55からのタケノコ生活日経225先物ミニの1枚の2020年1月報告です。12月末の証拠金残高は236,116円でした。1月末の証拠金残高は265,916円でしたので、1月の取引は29,800円のプラスでした。 なお、2019年7月の開始時からは34,084円のマイナスです次に1月の日経平均の値動きですがアメリカとイランの対立や新型コロナウイルスで乱高下しましたさて1月に新たに始めたことですが値動きが激しいので夜間取引も行いました最後に2月の方針は1月の実績と同じで 一値動きが大きく取引は昼でも夜でも行う二最小の1単位でエントリー2時間以内に決済を原則とするただし新たに夜間エントリー翌朝決済を検討するマイナス5 0 0 0円となったら損切り決済実施四ダウとダウ先物を参考にする五トレード日誌をつける以上です ご視聴ありがとうございます。終わり。